コアの予想しよう。スコアか。今日の得点まず、はい、何ゼロですか。あ、何ゼロじゃない。試合になる気がするので3対2でヴィッセルで私は2点は取られる気がする。3-1ヴィッセル。3-1ヴィッセル予想。無失点はなかなか難しそうだな。2点大迫。相手の1点はロペス。で、うん、3点目は、うん、でも調子のいい大樹という予想で、はい、3-0、あ、3-1で勝ちますどうやら。どういうポイントやと思う。今日はロペスをどう抑えるかと、うん、大迫を生かせるかどうか。そうやな、大迫もちろん潰しに来るやろうけど、そこをどう生かすか。あとミッドフィルダーいつもと違うポジやから、ポジション、うん、そこが気になります。
熱い戦いでした。見事2-0で勝ちました。今日の振り返りを勝因は何だと思いますか？勝因ですか？はい、勝因は僕の目には大樹がすごく頑張ってると思いました。大樹選手の何が良かったですか？今まで大阪さんがやってた体張ったり、うん、その競り合ったりっていうのは大樹がやってくれてて、うん、うん、やっぱり今調子いいんかな、やっぱ大樹、うん、体がって入れて、うん、踏ん張る力がすごいと思う。うん、強い、うん、点にはならんかったけど、うん、すごく多分守備の面でもいいし、ポジションも左でもできるし、うん、下でもいいしって感じですね、うん、よかったな。特にどうです、何か素敵な選手いますか？大井原選手良かったのでは。いや、本田選手も良かったな。どこから行くいい選手多すぎ。本田選手もまあまあクリアしてくれたし、ロペスやろ、対ロペス止めた本田選手よ。本田さん、テッシがロペス止めて、ロペスが1点も決めんかったのでかいと思う。ロペスって右におった？いや、真ん中おったじゃん。真ん中か。右の人誰？右の人。ウィング。ヤンマテウスか、エウベルか。外国人選手やんな。うん、それも止めれたんでかくなかった。うん、そうやな。そこ上げさせんかったんでかかったき。上げ、いや、危ないシーンも結構あった気がする。何回かやられそうな、やばそうなシーンがあった気がするけど、なんとか抑えたな。ダイヤが頑張って止めた。ダイヤがすごかった。MOM は大樹？ダイヤでもいいな。おいやらさんもよかったな。いや、でも PK を決めきる佐向、大迫さんでもいいかな。ヨッチのヘッドもすごかったな。全然分からなかった。あの、私たちだけじゃなくてゴールラ周りみんながみたいな流れたかってなったら、まさかの点決まってて、2点目決まってるやったーっていう時差がありました。ちょっとゴールラからはな、さすがに見えへんかった、ね、向こう側見えんかった。いやー、でもすごいな、決めきるよっち。めっちゃ飛んでたからな、あれダゾーンで見たんやんか、めっちゃ飛んでた。ってたんだ。分からん、忘れた。なんか相手飛ばせてなかった感じ。そう飛ばせてなかった。そういうのうまいんやろな。PK のな、PK にさせたんもよっちやからな。そうでした。よっちのファール受けて
て、うん、ファール受けてそこからの PK だったから、うん、もう4つでもいいかもしれん。確かにこれは頑張ってましたね。頑張ってたというか、うん、よかった。じゃあプリンの日記、日常日記やっけ、あれ名前忘れた。プリンの日記の中の今日の MOM は武藤よしのり選手に決定でーす。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではねー、バイバーイ。